たくさんのぬいぐるみぬいぐるみとは、型紙に合わせて裁断された布を縫合し、綿やプラスチック片、蕎麦柄などを内部に詰め、動物やある特定のキャラクター等に似せて成形したもの。演劇などで人間が動物や特定のキャラクター等に扮するときに用いる人間の全身を覆う衣装のこと。近年では一度区別するため、着ぐるみと呼ぶことも多い。歌舞伎やその他の演劇において、 動物などの形に作った衣装。各種祭事イベントなどにおける布やボア。プラスチック素材などで表面を形成した人間が中に入るマスコット衣装。東宝のゴジラシリーズなどに代表される、主に特撮映画に登場する特殊ゴム素材などを用いた演技者が中に入る形式の怪獣やロボット、宇宙人などの異生物の造形品の現場における用語。 テディベアのぬいぐるみ販売物としての最初のぬいぐるみは、一説にはテディベアで有名なドイツマルガレーテシュタイフが1880年に発売したものが一番初めのものと言われている。癒し効果があり、愛嬌のあるぬいぐるみは、老若男女問わず人気があり、UFO キャッチャーやくじ引きなどの様々な景品としても利用されている。大きいものから小さいものまでな形やサイズがあり、 全身で抱きつくことが可能なサイズのぬいぐるみを特に抱きぐるみと呼ぶことがある。ぬいぐるみは手触りの良いぬいぐるみや寝ているもの、お座りしているものなど様々である。可愛らしい姿を左右してゆく劣化が問題で、素材によっては洗えるものとそうではないものがある。洗えないものでもオゾンで洗うタイプの洗濯機で除菌や消臭が可能とされている。ぬいぐるみ専門のクリーニング業者が存在し、 清掃を依頼することも可能だ。素材そのものは手触りや質感を大きく左右するので様々なものが使用されている。毛並みを再現するために天然素材のモヘやアルパカを使った本物思考やフェイクファーやアクリルボアなど化学繊維を使用したものがある。またタオルのような質感のパイル生地を使用したものなどがある。有名なぬいぐるみファンとしては SF 作家の荒井元子。 作家で政治家でもある田中康夫など、歌舞伎用語としてのぬいぐるみとは動きのある動物などを登場させる際に俳優が着る動物の形を塗ったこしらいもののことである。形態としては以下のようなものがある。アメリカ映画ロストワールドに登場するエンジンのぬいぐるみ映画界においてはぬいぐるみは日本、海外ともに戦前から SF、 特撮題材の映画で使用される全身を覆う衣装小道具として見られているが、怪獣という題材での本格的なぬいぐるみ仕様は、日本では東方が1954年に制作公開したゴジラが元祖とされている。日本初の巨大怪獣を映像化するにあたり、ぶらや英二特撮監督は、撮影日数を考慮して、海外で主流であった人形アニメの手法を諦め、 人間が中に入って演技を行うぬいぐるみの手法を選んだ。ぬいぐるみを被って演技する役者はぬいぐるみ役者と呼ばれる。記念すべき初のぬいぐるみ怪獣役者は中島春夫と手塚克美の両人である。内部演技者の視界は極端に制限され、火薬などを使う現場では危険も多く、また殺人の心得も要求される特殊なものであり、高度な演技力が要求される。 中島春は怪獣演技者としてミスター・ゴジラと呼ばれるほど海外でもその名が知られている。こういった異生物の造形素材は様々な手法で作られるが、ゴジラなどの怪獣の場合、特殊ゴムであるラテックスで表皮を作り、番線の鉄骨で補強し、内側にスポンジを貼ったものが多い。この怪獣のパーツは製作進行に合わせて縫い合わされ、成形されていくものであり。 大抵の場合は背中にファスナーで開閉する出入り口が設けられている。よく知られた日本の技術者としてはゴジラ以前からの先駆者である大橋支店一作目ゴジラから連綿と東方の怪獣を手掛けた都市密帝像らの特殊美術部をはじめとして高山良作や買い込め映像、エキスプロダクションなどが草分けとして知られている。この映画のぬいぐるみは現在においても 映画や様々なメディアにおいての位置表現手法として現役であり続けている。ハリウッドなどでは一般にスーツと呼ばれている。近年、日本ではこのぬいぐるみ役者をスーツアクターと呼ぶことが多い。ぬいぐるみの故障は映画の現場用語であり、スーツは演技者が使う用語である。近年、一般的な場では着ぐるみと言い換えて故障される場合が多いが造形化である。 篠田冬不幸は、この怪獣の、ぬいぐるみの、着ぐるみ故障への言い換えについて、間違いであり、本来の映画現場用語としては、ぬいぐるみが正しいと述べている。大事線では、平成初年どころからの用語としている、デジタル大事線、傷つみからことバンク、主体不公式サイト、2019年4月26日閲覧、東京都内のぬいぐるみクリーニング業者の、おすすめ、 人気ランキング1選。タスクル比較暮らしのおすすめサービス比較サイト。二千十九年十一月二十六日閲覧。湯川博明。ぬいぐるみ。最新歌舞伎大辞典柏書房。二千十二年七月二十五日。九十六ページ。ISBN 九百七十八から四から七六零一四一四八七怪獣人生。ウルトラマンになった男。第五ジラ図鑑。 ずっと怪獣が好きだった。ありがとうございます。